もしも寂しいなら自分。そうですね、聞き慣れないジャンルというか言葉だと思うんですけど、本当に難しいことはなくて、ポップスとクラシックのこうそれを2つをこう融合したというか、間のようなジャンルといいますか、はい、そういうものになります。はい、そうですね、ヒカリエの、アルバムを去年10月に出させていただいて、そこからが、表向きというかチャレンジっていうことにはなるんですけど、自分自身ソロになって、そこから自分の通常のこうポップスでの音楽活動も続けながら、こう舞台、お芝居、ミュージカル、いろんなお仕事にチャレンジさせていただいてて、その中で新しい表現方法だったりとか歌唱方法を学ぶ中で、これまでとは違ったこう世界をこう経験したというか、見させてもらって、自分も興味が湧いたり、もっともっと勉強したいなとか、あ、こういう歌唱法もあるんだなとかっていう発見もあったりする中で、そうですね、今の歌唱法が身について、そんな風にこう活動していった中で、実はこう声をかけていただいて、そういう作品を作るっていう流れがありまして、はい、そのきっかけが、本田美奈子さんのメモリアルコンサートだったんですよね。はい、そこがきっかけで、アルバムを作らせてもらいました。はい、あ、知りません、全く知らないジャンルというか、あ、こういうジャンルがあったんだなって思いました。自分自身、そのずっとクラシックとかオペラとかミュージカルの世界を勉強してきたり、その世界で来た人ではないので、え、どういうジャンルなんだろうなっていうことを自分なりに勉強したりとか、周りに詳しい方に聞いたりとかってする中で、あ、こういうジャンルがあるんだっていう感じでスタートしていったので、多分私と同じような感覚を持ってる方が多くいらっしゃると思うんですけど、全然そういう、こう、なんだろうな、なんか全然大変なジャンルとか難しいものではないよっていうことは、知ってもらえたら嬉しいなと思うんですけどね。その光栄の作品を作る時にも、私自身もそうですけど、その音楽チームの皆さんも、今回はこういう曲をカバーした方がいいんじゃないかとか、こういうアレンジにした方がいいんじゃないかっていうのは、結構意見をみんなでこう出し合って作っていったので、皆さんきっと聞いたら、あ、この曲知ってるとか、あ、こういう風にアレンジするとこうもなるんだなっていう、なんか聞いてて音楽の楽しさが広がるというか、多分まだ聞いたことないよって方はちょっとびっくりするかもしれないですね。なんかナッチこういうことにもチャレンジしてるんだみたいな、そこも楽しんでもらえたら嬉しいですけど。はい、その光栄のアルバムの中で唯一のオリジナルナンバーなんですけど、光栄という曲は、そのアルバムを作る時に、阿部夏実の挑戦として、この作品の唯一の曲なので、オリジナル曲なのでって言って届いた時にはすごく衝撃的だったんですね。あまりにこう死ぬ世界観だとか、ね、心が震えてしまって、感動しすぎて言葉が出ないぐらいだったんですけど、これまでの自分が歌わせていただいた曲とかも振り返っても、今こういうメッセージが込められた歌を歌わせていただけるようになったんだなっていうことの感動だったりとか、あ、こういうメッセージをみんなに届けられるんだっていう喜びだったり、そういうものが、いろんなものがこう感情が込み上げて、なんかこの曲をどん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 こう自分の中で成長させていくというか、この後なんか伝えていけたらなっていう熱い思い、なんかうまく伝えられないんですけど、そういう熱い思いになりましたね。大切な曲になりました。はい、もしも寂しいなら自分を抱きしめて、そのぬくもりを
光が降る。